ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。いた、髪で手を切っちゃった。絆創膏どこやったっけ？なんだ霊夢。怪我したのか？そうなのよ、絆創膏がどこにあるか知らない？絆創膏もそうだが、薬は塗らなくていいのか？薬？消毒液じゃなくて？傷や肌荒れにはオロナインと昭和から決まっているだろう？そんな常識があるの？まあ確かにオロナインって有名な塗り薬よね。でもオロナインって切り傷にも効くの？なんだ、霊夢はオロナインの素晴らしさを知らないのか？え？マリサってオロナイン信者なの？そこまで言うならオロナインについて、教えてちょうだい。そこまで言うなら教えて信じよう。オロナインの性能とやらを。オロナインはモビルスーツじゃないんだけど、しかも使い方違うし。にわかオタクが失礼しました。気を取り直してオロナインについて、解説していくぞ。よろしくてよ。まずはオロナインについて解説していくぞ。オロナインは大塚製薬が1953年に発売した皮膚用抗菌軟膏剤薬だ。令和になった今でも CM を見たりしてるわよね。ドラッグストアで買える家庭薬の代表格って、感じがするし。霊夢の言う通り、オロナインは大塚製薬の看板商品だからな。この看板商品はアメリカの製薬会社、オロナイトケミカルから輸入された、殺菌用消毒剤を改良して生まれた軟膏なんだ。え？じゃあ大塚製薬が一から作った薬じゃないってこと？そうなんだぜ。オロナインは、三井物産が輸入した殺菌用消毒剤を、大塚製薬と、徳島大学の教授3人によって発明された軟膏だったんだ。薬品会社の社員だけじゃなくて、大学教授も携わっているのね。でも大塚製薬以外にも製薬会社はあったのに、なんで三井物産は大塚製薬に薬の改良の、依頼をしたのかしら？それは当時の大塚製薬がペニシリン軟膏やメンソレータムといった大衆薬をヒットさせていたからだろうな。確かに大塚製薬ってドラッグストアに行くといろんな薬が置いてあるイメージというか、今でこそ大塚製薬は日本を代表する製薬会社の一つだが、当時は徳島県を拠点にした小さな製薬工場だったんだ。大塚製薬って勝手に東京の会社だと思ってたわ。そんな小さな会社でも大衆向けの薬をヒットさせていたこともあって信頼度も高かったんだろうな。じゃあオロナインって名前はアメリカのオロナイトケミカルから取ったってこと？そういうことになるな。私、大塚製薬って聞くとオロナミン C のイメージが強いんだけど、もしかしてあの名前も？オロナミン C が発売されたのが1965年。その時にはオロナインは看板商品だったからな。その恩恵にあやかってオロナインとビタミン C を組み合わせたのが名前の由来だと言われているな。今日だけで大塚製薬さんの豆知識をめちゃくちゃ知ってしまったわね。オロナインはアメリカのオロナイトケミカルが製薬していた殺菌用消毒剤をもとに作られた薬で、企業だけではなくて大学教授も開発に携わっていたのね。最後にわかりやすくまとめてくれてありがとう。名前の由来が思っているよりも単純だったことにびっくりしたわ。そうだな。こうやって名前の由来を調べるのも面白いと思うぞ。では次はオロナインの効能について解説するぞ。私がオロナイン信者である理由は、なんといっても塗るだけでいろんな症状に対応できることだな。私、勝手なイメージは乾燥した肌に塗ったり虫刺されとかに塗るものだと思っていたわ。確かにそれらにも効果があるが、オロナインは赤切れ、霜焼け、ひび、ニキビ、擦り傷、切り傷、水虫、軽いやけどといった皮膚疾患全般に効果がある薬なんだ。ニキビややけどにも効果があるのね。オロナインがあれば対処できちゃうのね。そうなんだ。赤切れやひびのような症状は似たような部分があるが、擦り傷や切り傷といった怪我にも対応していたり、ニキビなどの吹き出物にも効果があるので、いつかに一つあっても重宝する家庭薬だと思うぞ。傷とかも確かに痛いけど、肌荒れやニキビにも対応しているのが嬉しいわね。オロナインのことを勘違いしている人がいるが、皮膚についた菌などの繁殖を防ぐ抗菌作用のある軟膏だからな。傷口に塗ることで菌の繁殖を防いで、悪化するのを防ぐっていうのが使用目的だな。塗ることで傷口が塞がるようになるっていうよりは悪化を防ぐ効果の方が大きいのかしら？そうなるな。実際オロナインはステロイドなどが含まれていない軟膏になるので、薬の強さ自体は低刺激なので、どういう場面でも安心して使える利点があるな。塗り薬ってステロイドが多いイメージなんだけど、オロナインはステロイドを含んでないのね。ステロイドって治りが早くなったりする利点はあるけど、副作用が怖いのよね。まあどんな薬にも副作用はあるからな。それを考えると、オロナインは安全性が高く、老若男女問わず使える薬と言えるな。傷口に入った菌の繁殖を抑えてくれるって言ってたけど、なんでニキビにも効くの？オロナインの成分はニキビの原因であるアクネ菌にも効果があるんだ。なのでニキビに塗ることでアクネ菌の増殖を防いで、
治りを早くしてくれるんだぜ。やだ、思春期の男女の強い味方ってこと？急に年齢が上がったな。まあそういうことになるんだが、あとは日焼けした肌にも使うといいぞ。え？日焼け？日焼けして赤くなった肌は、一種の火傷状態になっているから、しっかり冷やした後に塗るのも治りが早くなるんだとか。確かに火傷にも効果ありってことは信憑性が高いわよね。ただしオロナインは日焼け止めではないので日焼け止めとしては使うなよ。軟膏を日焼け止めにする人なんて。私は一回やらかしました。オロナイン信者が過ぎるわよ。そういえばオロナイン信者がネットで毛穴パックとして使うっていう人がいたみたいだけど。いや、そんな効能は聞いたことないんだが。パッケージにも書いてないものね。もしかしたら日焼け対策の延長の話かしら。まあそうだとしたら自己責任で試してみるといい。信者投げやりになったわね。まあ話を最初に戻すけど、さっきマリサが私の怪我にオロナインを塗ろうとしていたのは、雑菌の繁殖を防ぐために塗れってことだったのね。そういうことだ。とりあえず今回は私のオロナインを貸してやるから塗るといい。そうさせてもらうわね。ふう、貸してくれてありがとうマリサ。ってあれ？ん？何か気になることがあるのか？さっきからずっとオロナインって連呼してたけど、マリサの貸してくれたやつの名前って、オロナイン H 軟膏っていうのね。もしかして何か違いがあるのかしら？おお、そこに気づくなんて鋭いじゃないか。確かに発売当初はオロナイン軟膏だったが、1969年にオロナイン D 軟膏に名称を変更、1972年から現在までオロナイン H 軟膏で、発売されるようになったんだ。2回名前を変えているのね。それはなんでなの？オロナイン H 軟膏の H は、軟膏の成分の一つ碧脂腎に由来しているんだ。名前が変わっているのは改良を重ねたことで成分に変化があったことだな。成分に変化？効果としては当時から申し分なくて、当時では珍しい宣伝カーを使って知名度を上げていたオロナイン軟膏だが、ある弱点があったんだ。ある弱点？成分によるものだと思うが、異臭が気になるという意見が多く寄せられていたんだ。なるほど、確かに効果が高くても使い続けるとなると匂いは無視できないわよね。当時は月商3000万とも言われていたオロナインもこの匂いの苦情が原因で売り上げに悩んだんだ。塗り薬の匂いって確かに独特よね。確かにオロナイン H 軟膏の匂いは、あまり気にならないわね。匂いの問題の他にも昭和40年代初頭から半ばにかけて、オロナインの長期使用によって、肝気症の症状が出現する通称オロナイン皮膚症が問題となったんだ。オロナイン皮膚症？なんかやばそうね。結局この問題を引き起こしていたのは当時の軟膏機材に含まれていた、陽イオン界面活性剤の脱脂作用が関係していることが分かったことで、匂いの問題と一緒に、今のオロナイン H 軟膏から改善されたんだ。大塚製薬さんの企業努力の賜物ね。さっきも少し触れていたけど、オロナインがここまでヒットした理由って何なのかしら？製品自体はすごくいいものだけど、徳島の小さな製薬会社の薬がここまで有名になるのってすごいことよね。そうだな。インターネットが普及していない中でここまで知名度を上げたのは、宣伝カーを使っての広告活動が影響しているだろうな。大塚製薬は自分たちの会社の知名度をどうやったら上げられるかについて、様々な方法でアプローチしていたんだ。広告って言われると、チラシとか看板のイメージが強いけど、宣伝カーを使うのは、斬新よね。当時は知名度を上げるために大塚製薬の社長自ら月のほとんどが出張で、全国の病院に足を運んでいたそうだからな。今ではなかなかできないわよね。オロナインはテレビ CM もよく放送されていて、旬の俳優女優を多く起用していたんだ。その中でも有名なのは1963年にテレビ CM に採用されたなにわ千恵子さんだ。看板にも登場する女優さんよね。上品で素敵な女性ね。なにわさんが起用された理由は、なにわさんの本名が南光菊野さんだったからと言われているんだ。南光菊野ってこと？すごい偶然ね。ちなみにこのホーロー看板は現在ではプレミアがついていて、マニアの間では密かに人気があるんだぜ。宣伝効果は確かにすごそうね。その時に活躍していた女優さんとはいえ、よく調べてキャスティングしたわね。そういった宣伝に力を入れた結果、現在でも CM をしてたりするよな。宣伝に力を入れていたことの他にも、オロナインはパッケージも量に合わせて、豊富なのが嬉しいよな。確かにオロナインって量によって容器が変わるけど、どれくらいサイズ展開があるのかしら？オロナイン H 軟膏は 30g、100g、250g の瓶入りのほか、11g、50g チューブ入りが発売されているんだ。一人用から家族みんなで使えるサイズまで対応しているのね。
私の家には 100g の瓶入りのやつがリビングに置いてあったわね。しかもドラッグストアで大きさによってはワンコインで買えるのもいいよな。確かに、市販薬の中でもあれだけ効果のある薬がワンコインなのはお手軽でかつ、老若男女関係なく使えるからもう一家に一個は置いておきたい薬よね。おお、霊夢も少しずつオロナイン信者になりつつあるな。不覚にもオロナインにキュンとしてしまったわ。そんな万能薬オロナインだけど、使う上での注意点はあるのかしら？万能薬といえど、副作用がないわけではないので、薬を塗るときは確認が必要だ。皮膚疾患に効果があるオロナインだけど例外もあるのかしら？そうなんだ。順番に解説していくぞ。まずは湿疹や虫刺されには塗り込まない方がいいな。皮膚疾患の代表格と言っても過言ではないと思うけど、どうして塗っちゃダメなの？オロナインは皮膚用抗菌軟膏剤だからな。湿疹などに下手に塗り込むとかえって乾燥を引き起こして悪化してしまう可能性があるんだ。虫刺されも同じ理由でダメなのかしら？そうだな。あくまでも雑菌の繁殖を防ぐのが目的なので、炎症を抑えたりする効果はないからな。ステロイドが含まれていると誤解する人もいるから治るまで塗り続けて症状が悪化する原因にもなるから気をつけてくれ。他に注意点はあるのかしら？女性は特に気をつけたいんだが、化粧の上からの塗り込みは医薬品になるから使用は控えてくれ。私もこれから気をつけるわね。あとはオロナインに含まれるクロルヘキシジンはアレルギー反応を引き起こすこともあるから、塗ってすぐにかゆみや炎症があればすぐに使用をやめるんだ。日本人は変に意地張って後悔するのよね。あとは塗る量にも注意が必要だ。オロナインはベタベタに塗ればいいってものではないんだ。え？そうなの？私は結構たっぷり塗っちゃうんだけど。塗りすぎは乾燥の原因にもなるから、症状を悪化させてしまう可能性があるから、患部に過剰に塗ってしまった時は脱脂綿や綿棒で拭き取るなどの対策をしよう。つける時間帯でおすすめはあるのかしら？公式では赤切れなどの症状には水仕事の後に、あとは寝る前の使用を推奨しているな。さらに付け加えるなら、オロナインも副作用が出る場合がある。副作用？市販薬なのに？ごく稀に発症する恐れがあるんだが、塗った場所がかゆくなったり、声のかすれやくしゃみ、喉のかゆみといった呼吸系の副作用もあることが明記されている。そういう人は、オロナインじゃなくて病院から処方された薬で対応しろってことね。あとはアナフィラキシーショックを引き起こすこともあるんだとか、自分がオロナインを使用できるか心配な人はかかりつけ医に相談するといいぞ。みんなも気をつけましょうね。そういえば一時期ネットでオロナインでニキビが治るってよく聞くんだけど、実際どうなのかしら？効能にはニキビに効くって書いてあるけど、デマだって声もよく聞くし。効能のところでも話したが、オロナインはニキビの原因であるアクネ菌の繁殖も防ぐから、ニキビに効果あるのは間違いない、が、ニキビの種類にもよるな。ニキビの種類？変色していたり、悪化が進んだニキビにオロナインを塗っても効果が見込めないんだ。じゃあできたばかりのニキビになら効果があるのかしら？そうだな。ニキビにオロナインを塗るなら軽度のニキビ限定にする方がいい。悪化したものを治すのは、市販薬では難しいということを知っておいてくれ。つけすぎると乾燥の原因になってさらに肌荒れしちゃうって言ってたものね。そういうことだな。でもニキビができる場所にもよるわよね。ニキビって顔だけじゃなくて、背中にも、できるじゃない？私は大人になってからも背中ニキビの悩みが、絶えないのよね。背中ニキビか、顔のニキビよりも厄介だよな。背中ニキビを消すってなったら、オロナインだけだとちょっと弱いな。万能薬オロナインにも限界はあるわよね。そこで背中ニキビを治す方法として、オロナインと別の薬を組み合わせる方法がネットで、紹介されていたな。オロナインと組み合わせる？顔と比べて、背中は皮膚が厚いからな。顔には使えないステロイドが使えるんだから、ステロイドの強さをオロナインで包んであげることで相乗効果を狙うんだ。確かにステロイドは効果が強いから顔には塗れないって言うわよね。ステロイド系の軟膏ってたくさんあるけど薬局でも買えて値段も1000円以下で、買えるものはないのかしら？ふむ、それならリンデロンがいいな。リンデロン？正式名称リンデロン VS 軟膏だな。薬局で販売登録者から購入できて、値段も、ステロイド系の軟膏の中では手頃だ。じゃあオロナインとリンデロン軟膏を交互に使うのがいいのかしら？いや、まずはオロナインだけを使用するようにしてくれ。え？交互に使うんじゃないの？交互に使うと治りが早くなるとは限らないぞ。あとこれだけは覚えておいてほしいんだが、背中ニキビを短期で治そうとするなら皮膚科で薬をもらってきてくれ。オロナインなどの市販薬を使って治すなら時間をかけて治すことを前提で考えるんだ。せっかちさんとお金に余裕がある人は病院に行けってことね。まず背中ニキビにオロナインを塗って、アクネ菌の繁殖を防ぐんだ。
1週間ほど塗って、それでも症状が改善されなければリンデロンを塗るといい。正しい使用方法で塗っていれば、市販薬でも十分効果が見込めると思うぞ。さて、ここまでオロナインを解説してきたがどうだった？オロナインってすごいなって思ったわ。でも抗菌効果がメインで殺菌効果ではなかったのは意外だったわ。とりあえず霊夢は切り傷に塗るといい。消毒も兼ねて塗っておくわね。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思ったらチャンネル登録高評価ボタンをよろしくな。我が家のオロナインあるあるという話題でコメント欄で盛り上がってくれ。それでは本日はここまで。バイビー。